はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。今日はこちらですね、うん、スターウォーズのミステリーミニズです。はい、ということでスターウォーズ最後のジェダイが12月15日今週末に公開ということなので、今週はですね3年連続なんですけども、うん、スターウォーズウィークということでやらせていただきたいなと思います。はい、じゃあ第1日目はこのミステリーミニズってやつですね、うん、これ何かっていうとスターウォーズのフィギュアが入ってるんだけど、なんかねバブルヘッドみたいな頭ボヨン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 ってなるフィギュア。なるほど。そうそう、ラインナップ見ていきましょう。まずこれがレイだね、うん、レイのジェダイトレーニングバージョンで、次がフィンでしょ、うん、で次はポーダメロンで BB-8 チューバッカとポーグね、うん、それとカイロレンとレイヤ、あとニューキャラのローズ、うん、キャプテンファズバ、スノーク、エリートプレトリアンガードで、これがちょっと誰かわかんない、うん、謎の人物。そして一番下がフィンで、これ制服着てるやつだね、うんうん、で BB9E とポーグですね。はい、ということでこれねボックス購入しましたので、うん、全部で12箱入ってますので、うん、全部一気に開けたいなと思います。はい、普通こうやって開けた手で開け、なんかさらにこういう袋に入ってる。本当だ。なるほど。じゃあパパの一つ目はこちら。おー、レイヤー。おお、しかも結構いい。本当だ。僕の1個目ははい、はい、おー BB9E。 よしよしよし、私の2つ目いきます、はい、せーのと、はい、おレイ、レイだ。じゃあ僕の2個目いきます。はい、はい、おファズマ、キャプテンファズマ。あー、よかったよかった。3箱目ね。おあー、フィンの制服着てるやつだね。おー、僕の3箱目あファズマかぶったね、うん、4箱目あ、ローズ、新キャラのローズだ。うん、僕の4箱目お、ポーダメロンだね。うん、オッケーオッケー。5箱目おー、BB-8 やったー。じゃあ僕の5箱目、はい、おー、チューバッカとポーグ。おお、最後の6箱目はこちら。あー、BB-8 かぶってしまったー。最後の6箱目おー、ポーグやったー。こんな感じなんだ。あ、じゃあ一つずつ見ていきましょう。まずこれがレイのジェダイトレーニングバージョンですね。うん、一応ねバブルヘッドでこういう風に頭が揺れるようになってます。うん、かわいい、ね。でよくできてる、うん。すごいよくできてる。うん、アメリカのねこういうフィギュアらしい感じ。うん、ディズニーインフィニティとかさ、こんな感じだよね。うんうん、ちょっとライトセーバーが曲がってるの残念だね。ちょっとどころじゃない。かなり曲がってる。前にふわーっと曲がってる、ね。はい、続いてポーダメロンですね。これは頭をあんまブルブルしないね、ちょっとするか、はい、こんな感じで、ブラスター持ってますね。かっこいい感じになってる。この台座がこうボコとデコがあって、うん、くっつくようにそうくっつくようになってるの、こういう風にね、うん、だから飾っておく時もいいかもしれないね、うん、はい、続いて BB-8 ですね。これは被りました、うん、はい、でもねこれかわいい、なんかね本物の BB-8 に比べて頭が大きくて、確かにこれこれですごい可愛らしい感じになってますね、うん、続いてチューバッカとポーグですね、うん、でチューバッカ結構頭揺れます。でポーグはこう手に持っててこれぐらいのサイズ感なんだね、うん、すごいちっちゃいですねポーグね。続いてレイヤーですね。今回ねもしかしたらカイロレンがレイヤーのことをなんかね狙っててるかもしれないんで、うん、心配ですね、はい、うん、はい、続いてこちらローズですね、うん、でこの人がよくわかんないんだけどこのフィンとすごく仲良くしてるようなね、うん、映像があったりするんで、続いてキャプテンファズマですね。これも被りましたね、うん、でこれ両方ともちゃんと頭揺れます、いい感じこのスピア持ってますね、うんうん、この人も今回結構戦うみたいだからね、うん、楽しみだ。続いてこちらフィンですね、うん、フィンのこの制服を着てるバージョンなんだけど、今気づいたんだけどこの帽子の紋章ファーストオーダーだねつまり一回戻るのかな、うん、もしくはスパイとして潜入するか、なんかそんな感じだね、うん、続いて BB9E ですね。これはファーストオーダー側の BB ユニットっぽいんだけど、うん、頭あんまり動かないです、うん、こうやって比べるとやっぱ BB-8 の方が明らかに可愛いね、うんはい、続いてポーグですね、うん、ポーグの単体バージョン、これ頭すんげー揺れるブル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 ってね、完全に鳥だねこうやって見ると。ポーグ鳥だったんだ、フクロウみたいな感じ。あ、そうだね、実際のサイズはまあこれぐらいっていうことですね。はい、はいはい、そんなわけでですね一つにまとめてみました、うん、こうやってまとめておくとなんか持ちやすいし、そうだね、いいかもしんない、うん、こうやって、うん、そうそうそう、持ち運びもね、うん、片付けも
すごい楽ちんだね、うん、ただちょっと難点があるのがもうほら甘いんだって、こう接続が甘くてこうなっちゃう、そう、まあバブルヘッドはしやすいかもしれないけどね、こうやってこうやってこうやってやれば、そうそう、頭ブルブルになるからね、うん、いいけどさ、うん、なんかこうもうちょっと綺麗になるといいかな、よかったかなと思って、ね、テープで貼るしかないね。ということで、スターウォーズ最後の時代、なんかね、ワールドプレミアが終わって、うん、めちゃめちゃいいんだって、え超面白いんだって、そう、評価がすごい高いらしいんで楽しみだね、うん、はい、ということで今回はスターウォーズのミステリーミニーズでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひ、いいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、チャンネル登録もよろしく、ね、ということで、スターウォーズウィークの第1日目でしたね、はい、2日目も楽しみにしててください、はい、はい、ということで今回は以上でございます、バイバーイ。